こう考える日本人の方もいるかもしれません。その程度の新聞記事は理解してもいいじゃないかな。皆さんがそう考える瞬間、すでに韓国にまた騙されているのです。 皆さん、こんにちは。シチティブです。私は韓国人であり、日本人と世界の人々に、日韓関係について、皆さんに真実を知らせています。今日の映像タイトル。イスラエルで韓国が日本人救助。しかし、今日も韓国が嫌いになる理由。今日はこれについて話したいと思います。 平像のテーマがちょっと古い話ですが、皆さんが知っておくべきだと思って、このままスルーせずに映像を作ります。約2週間前ですかね。イスラエルとパレスチナ武装組織ハマスの戦争中に、イスラエルにいた日本人51人が、韓国軍によって救助されたという事実が、戦時中、 日本と韓国両国で注目を集めました。多分皆さんの中にもこのニュースをご覧になった方がたくさんいらっしゃると思います。そして今回だけは韓国に感謝を感じた方もいると思います。はい。まあ私の個人的にもこの実験を切り下げるつもりはありません。 もちろん、韓国が日本人を区別に思っているからではなく、この韓国の飛行機に席が残っていて、外国国籍の人々に提案したもので、韓国と日本の距離が近いから、韓国行きの飛行機を選んだ日本人が多かったのですが、いずれにせよ、外国派遣に比較的容易な軍隊を保有している韓国が、 イスラエルからたった一日でも早く避難したいと思っている日本人と外国人を助けくれたことはいいことだったと思います。ところで、ここまでです。ここで皆さんが韓国に感謝を感じる瞬間、すでに韓国人にまた騙されることになるのです。皆さんは、 この地域を見ると同時に、ほとんどの韓国人が、この地域をどう見ているかを知る必要があります。この地域についての韓国の新聞記事を見てみましょうか。イスラエルから51人の日本人救助に、日本列島、観光。韓国のお兄さん、ありがとうございます。51人救出中。 韓国空軍に日本のネットユーザー。お兄さん、ありがとうございます。軍輸送機、発見した韓国に日本のネットユーザー。韓国兄さん、ありがとうございます。どういうこといつも言っていますが、韓国の新聞、ニュースの記事と内容は、一部の内容を拡大解釈し、 韓国人が好きな内容を作るだけです。日本人の韓国のお兄さん。本当に韓国人が喜ぶしかない単語です。なぜなら、韓国人は日本について劣等感を持っているからです。憧れの大将から聞く兄貴、お兄さんという単語。考えただけでも気分が良くなるのです。 今度の実験を見て、実際に韓国に向かって、兄貴と表現した日本人たちが、田舎だと言っているわけではありません。しかし、果たしてそのような日本人は、絶対多数だったのでしょうか。それでも、韓国人はその表現。日本人が韓国に向かって、お兄さんと言ってくれるのが大好きだから。 こうやって新聞記事でもまるで大多数の日本人が韓国に兄貴と言ったように報道します。幼稚だけど本当に何というか気モいという気持ちを作る能力だけは悪エッジしていますね。はは。こう考える日本人の方もいるかもしれません。その程度の新聞記事は 理解してもいいじゃないかな。皆さんがそう考える瞬間、すでに韓国にまた騙されているのです。あの新聞記事のベーストコメントを見ましょうか。日韓関係は竹島さえ触らなければはるかに良くなる。こんなに良さそうに見えても、日本が竹島領有権を主張すれば、 韓国に反日感情が増えるから、離観関係は日本次第。それでも、振り向けば、竹島は日本の領土だ、という、絶対信じられない習俗だ。これが何を意味するのか知っていますかほとんどの韓国人は、また、勝手に今回の韓国の行動は、 日本が韓国に追っている借金だと思うのです。韓国がそんなに良くしてくれたから日本は罪悪感を持って。日本は韓国を嫌ってはいけないんだ。日本は韓国人に優しくしてあげないと。そしてほとんどの韓国人が感じる親切とは 韓国についいいいてて事実情報を言ってはいけないとということです日本人の方々は今回の事件で韓国がありがたいから日本交友の領土をこう聞いていきますか日本人の方々は今回の事件で韓国がありがたいから戦場たちの犠牲に悪口を言えますか日本も 過去に韓国人を海外から救出したことがあります。日本人のあなたは韓国人からそれに対する感謝の言葉を聞いたことありますか韓国人とは皆さんが思っているより、はるかに幼稚で、はるかに深い日の根を持っているということを皆さんが忘れないでほしいです。ところで、 君の間に、お兄さんと弟がいたら、教えてあげた方が兄さんで、学んだ方が弟ではないかなこの映像が気に入ったり、次の映像が気になる方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録、アラーム設定までお願いいたします。皆さんがチャンネルに登録してくだされば、多くの人 真実が届きます。ご視聴ありがとうございました。